どうも皆さんこんばんは。オオカミのチャンネルへようこそ。本日は狭間黄昏補足打足部分やっていきたいと思います。その後の雨宮清十郎、あの影は雨宮清十郎。優しそう。優しい感じだ、すごい。野球は好きじゃないけど、雨宮くん。まあ噂にはなるよね。慎重。何そのピース。壁に向かって話してみろっていうのが第一声だったけど。いいね、自然がそばにあるってすごいよね。一人じゃないけどね、隣にいるけど。そういうことだ。それは良くないな、さすがに。隣にいるけどね。あなたの後ろにいるわみたいな、そういうレベルだからね。あらぬ方向を向いてる。いるんだな。
よくないだろ、協力者だろ、大事な。怖い怖い。まあそういうことだ。間違ってることまで。笑いそうでしょ、もはや。本当にいたら書けないよね。やっぱりそうなった。本人の前で。気づかないの？バレて。そっちにいないけど。出た。無理。お断りします。まずい。敵が来た。あれ、人物情報って見たっけ？あ、見れないのか。あれ、これ進んだ時だっけ？誰か見てないような気がしたな。まあいいや、見れたら次回見よう。はい、それでは。ちょっと和んだけど、また新たな資格は敵が来る。というところで本日は終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。おかみでした。アディオス。アミーゴーズ。またね。